ひろゆきさんの高校の同級生の手島さんの切り抜きを見ました。なんでかしないけど、手島って書かれるんですけど、手島なんですよね。まあいいや。遺伝や育った環境もあるかもしれませんが、コミュ力が高くて羨ましいと思いました。ひろゆきさん、多くの人を見てると思いますが、手島さんくらい話術の上手い方や参考になった対話しそうありますか？何でもいいのと教えてくれてよろしくお願いします。手島がその何をやったかって話で、僕、人と話をするのが苦手だったんですよ。まあ今でも苦手なんですけど、まあどんな話をしたかっていうと、普通人と初対面の時とかに何か話をしなきゃ、どんな話をすればいいんだろうって困るんですけど、手島の場合って、いや、なんかさ、ささくれがさ、痛いんだよねっていう話をするんですよ。で、ささくれ痛いんだよねって言われて、ああ、確かにささくれ痛いんだ。そっか、どうしたのささくれみたいな。っていう、なんか言われた側も会話が始まっちゃうじゃないですか。で、これって誰でも多分使えるんですよ。黙った状態って他人同士って必ず発生するじゃないですか。で、その時に天気の話をするとか、スポーツの話をするとか、定番のそのネタで雑談をなんとか広げるっていうのをやると思うんですけど、まあ、その高校生手芝はささくれのネタを使ってて、で、確かにその、いろんなところでいろんな人と会って、手芝がいて楽しく会話をしてるっていう経験はあるんですけど、手芝が面白い話をしたっていう経験って一度もないんですよ。でも一度もないんだけど、みんなで楽しく会話をしているときに手島がいる確率高いんですよ。大人になってからもその手島がなんか後輩連れてきましたとか、取引先連れてきましたみたいな飲み会とかになるんですけど、結果面白い飲み会になってるんだけど、手島がすげえ面白い話をしたかっていうと思い出せないんですよ。でも面白い話を手島はしてないんだけど、手島がいる飲み会は結果として面白くなってるんですよ。で、これが何なのかっていうと、人を雇うときに、まずは会より始めろっていう、話があって、なんか優秀なやつ雇いたいんだよねって中国の王様が言って、優秀なやつってどうやったら雇えるのかなって言ったときに、会っていうおっさんが、じゃあ俺を年収1000万で雇ってくださいって言うんですよ。で、会は超無能なんですよ。でも、まあ、とりあえずじゃあ言われた通りしてみるかって言って、その王様が無能な会を年収1000万で雇ったんですよ。で、無能な会を1000万で雇いましたっていうのを周りに言った時に、あいつが1000万なのっていうので、周りの優秀なやつが超応募してきたんですよ。あんな無能が1000万だったら俺でももらえるっしょみたいなので、結果として中国中からいろんな優秀なやつがその国に来て、俺優秀っすっていうので、優秀な人の応募が来て、その国がうまくいきましたって。なんで、プロモーションコストとして、その無能な会にお金を払うっていうのは結果として正解だったんですよ。なので、その手芝が面白くない話をして、会話の糸口を広げるっていうのが、実は他の人が面白くない話もしてもいいんだ。で、俺こういうのあったんだよねっていうエピソードを広げやすくなるんですよ。で、どんな話でも人が話したら、ああ、そうなんだっていうので乗っかるし、で、こういう話をする人だったらこういう人なんだってわかるので、あ、そういえば俺もこういうのあったよっていうので、会話が積み重なるんですよ。で、そこって本当に面白い人同士の会話だと面白い話で会話のキャッチボールしなきゃいけないんですけど、手芝があまりに低いところで会話のキャッチボール始めてるから、会話のキャッチボールが低くて全然いいんですよ。なので、いや、前骨折した時は本当になかったんだよね。あ、俺も骨折したことあるみたいな、超どうでもいい話でも会話が通じるし、で、確かに骨折痛いよねって言ったら共感が生まれるみたいな。っていうので、人間が仲良くなる時って別に面白い話をする必要ないんですよ。単に共感と自分が会話をした相手が聞いてくれたっていう状況があれば十分なんですよ。なので、言っちゃ悪いんですけど、ファーストフードとかでたまに聞く女の子同士の会話って超絶つまんないじゃないですか。私こんなことがあって、つって周り全然聞いてないみたいな。で、その話に乗っかるわけでもなく、全然違う話で、私こういうのがあってねとか、あの化粧品可愛いと思うんだよねとか、もう思い通りのことを言ってるだけで、お前ら会話積み重なってなくね、その話オチもないし面白くなくねって思うんだけど、彼女らは満足してるんですよ。なので、コミュニケーションって、その面白い会話をキャッチボールする必要が実はないっていうのをちゃんと理解してる男性ってあんまり多くないんですよ。で、手芝は知ってるのか知ってないのか分かんないけど、高校生の頃からそれやってるんですよ。で、その手芝の面白いエピソードが何がありますかっていうのって、手芝は面白くないからすごいんですよ。はい。